今回は中華風の焼きうどんの作り方を紹介します。普通の焼きうどんも美味しいですが、調味料を一つ変えるだけでも違いが楽しめます。簡単だけど深みのある焼きうどんです。それでは作っていきましょう。材料を用意します。合わせ調味料を作ります。映像では一玉分の合わせ調味料になっています。オイスターソースを入れることで中華風のいつもとは違う味わいになります。鍋に大さじ1ほどの油を入れ、生姜を炒めます。ソーセージと野菜を入れ炒めていきます。野菜の水分が出ないように強火でしっかり炒めます。うどんは炒める前にレンジで温めておきます。うどんを入れ炒めます。合わせ調味料を全体に混ぜるように入れます。合わせ調味料がうどんに染みるように炒め、余分な水分は飛ばしていきます。最後に香り付けのごま油を入れます。今回は簡単な中華風の焼きうどんの作り方を紹介しました。炒めて合わせ調味料を入れるだけなので、ご家庭でも手軽に作れると思います。オイスターソースとめんつゆを合わせるだけでも美味しく作れます。最後に青ネギをかけて完成です。このチャンネルでは簡単なまかない料理から本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。